ら、まあいいや、持って持って持って。そしておかっちの下に2つの箱があります。じゃあ2つとも色も形も大きさも全く同じです。そして1つの箱にはじゃあゴミ箱という紙が貼られてます。そしてもう一つの紙じゃない箱にはじゃん宝箱という紙が貼られてます。じゃあね、みんなそれ持ってゴミどっちに捨てる？はい、自分らしく輝き自分らしく輝かせるスターミスターおかっちです。おかっちね、お菓子ではないよ、綿菓子でもないからね。オッケー、今日もみんなに会えて嬉しいよ。そうそうそう、ゴミの話な、ゴミの話な。みんなどっちに捨てるの？このゴミ箱って箱か、宝箱って箱か、そのゴミどっちに捨てる？まあそりゃそうだよね、そりゃそうだよね。こっちだよね、ゴミ箱。こっちに君たちゴミを、こう来て、ゴミを。だってね、インするでしょ？こっちにか捨てるでしょ？だってゴミ箱って優しく親切に書いてるもん。わかりやすいやん。こっち宝箱、こっちが捨てへんよね、こっちに捨てるよね。 OK、 そうだからね、ゴミ箱って書いてる箱にはたくさんゴミが集まってくるんです。ゴミ箱にはゴミが集まってくる。それは当たり前の話です。じゃあみんなにはどっちの紙が貼ってる？ゴミ箱？それとも宝箱？おかち何言ってんだと思ってね、紙なんか貼ってるわけない、そう思うよ。貼ってんねん。ゴミ箱、宝箱、貼ってんねん。自分で貼ってんねん。よう見てみ。例えば、ゴミ箱って貼られてる人。あんまりやりたくないけど、みんなに嫌われたくないから、やろうっと。言いたいことあるけど、どうせ自分の意見なんか聞いてもらわれへんし。やりたいけど、どうせ失敗するんやろうな。みんなに嫌われてないかな、大丈夫かな。なんかムカつくけど我慢しよう。はあ、こんな自分なんて大嫌いや。いいところなんか一つもない。宝箱って貼ってる人はこんな感じ。自分のいいところがたくさんあって数えられない。友達のいいところもいっぱい見つけれるよ。自分が言いたいことあったら言ったらいいね。やりたいこと見つけたらやったらいいね。我慢しない、自分の気持ちを大切にする。自分は意見もしてもいいんだ、やりたいことあったらやってもいいんだ、そして言ってもいいんだ。自分のことが大好きだ。みんなはどっちやった？ゴミ箱？それとも宝箱？もう一回言うよ。ゴミ箱って貼ってたらゴミがいっぱい集まってくるの。どういうことか。あっち行けや、キモいねん。どっか行け、お前と一緒に遊びたくない。全然大切にされへんねん、ゴミ扱いされんねん。嫌なこと言われたら嫌なことされたり傷ついたりするねん。バカにされたりちょっかいかけられたり。逆に宝箱って貼ってたらめっちゃ大切にされんねん。いつもありがとうな、君がいてくれたから本当にうまくいったよ、ありがとう。めっちゃ大切にされんねん、大事にされんねん、宝物のように感謝されるし。
し、喜んでもらえるし、あなたがいてくれてよかったって言ってもらえるね。仲間もできる。一緒に喜んで、一緒に悲しんで、一緒にゴールに向かって走れる、そんな仲間ができるね。そういうことや。みんなどっちがいい？宝箱？いや違うわ、ゴミ箱がいい？それとも宝箱？どっち？どっち？どっち？こっちやろ、もちろん。宝箱でしょ。大事にされたいでしょ。大切にされたいでしょ。バカにされたくない、そういうことでしょ。みんなの意見を聞いてもらいたいでしょ。今日はそれだよ。宝箱っていう紙を貼るために、大事なこと、宝箱になるために大切なことを教えよう。今から教えよう。もう全然興味ない人はもうスイッチオフしていいよ。もうさよならで大丈夫。また会おうね。でもまた会おうね。 OK。 今日はそれ、宝箱になるための3つの秘訣、コツを教えます。1つ目、まず1つ目、それは自分はゴミ箱か宝箱、どっちが貼られているか知るということ、気づくということです。 OK。 確認してほしいの、こっちかなこっちかなって、そういうこと。だからね、最近自分の友達からなんか冷たくされたりとか嫌なこと言われたなと思ったら、5つのポイントを確認してみて、チェックリスト作ったから。 OK。 1つ目、自分のことや周りの悪いところばっかり見てしまう。2つ目、自分のことが大嫌い。3つ目、自分の意見よりも友達の意見、他の人の意見の方が大事だ。4つ目、周りの人から自分は嫌われているなって思う。5つ目、どうせやってもうまくはいかないって思っている。 OK。 簡単だろ。この中の一つでも当てはまれば、もしかしたら自分にゴミ箱が貼られているかもしれない。でも安心して、大丈夫だから。これ気づいたら簡単に剥がせるの。2つ目、休む。休む。休む。 OK。 だって嫌なことがあった時って弱ってるやん、力がなくなってるやん。そんな弱ってて力がない時に無理して行動しても余計に使えるだけやねん。ちょっとね、想像してみて、あの台風が来た時の川見たことある？すっごい勢いで流れてるやん、すっごい勢いで流れてるやん。だから弱ってる時っていうのは、そのすっごい勢いで流れてる川に流されてる感じなの。うわーって、うわーって流されてるの。 OK。 そんな流されてる時に、あー目が回る、流されてる弱ってる時に、そのダメなんだ、頑張らないといけないんだと思って川の上流に向かって、川の流れと逆の方に進もうとしても全然進まへんやん、疲れるだけやん。 OK。 だからそんな時はまずは近くにある木とかを集めて、まず捕まるの、捕まってふって流れてみて、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  OK。 流れてみるの。あー、僕は今あの子にあんなこと言われたから傷ついてるんだとか、あいつに意地悪されたから悲しいんだってね、その自分の気持ちを抑えずに、我慢せずに受け止めてあげて、感じてあげて、認めてあげてください、自分の気持ちを。そして台風は2、3日経ったら、ほらどっか行くやん。2、3日経ったら台風どっか行くんじゃ、川の流れもゆっくりになんねん。じゃあその時に、あ、川の流れゆっくりになったなと思ったら、岸に上がって服を着替えて、ふう、牛乳でも飲んでリラックスして、その時に
川の上流に向かって進んだらいいね。だからまずは休む、休んで元気になる、それが大事。自分の気持ちを否定しない、抑え込まない、ちゃんと優しく受け止めてあげて、認めてあげるんだ。じゃあ少しずつ力が湧いてきて、エネルギーが湧いてくる。そうなったら人の悪口とか嫌なとこが見えなくなってくるからね。 OK、 まずは自分にゴミ箱が貼ってないか確認して、貼ってたら剥がす。そして自分の気持ちを受け止める、しっかり休むということ。 OK、 受け止めて認めてあげる。じゃあ元気になってくる、その時にやること、それが3つ目です。3つ目は一番楽しい、簡単。自分が大好きなことを飽きるまでやり続けるってこと。誰に何て言われても、やめろって言われてもやるんだよ。5分でもいい、10分でもいい、いや1時間でも2時間でも3時間でもいい、誰から何を言われようがやるの。何でもいい、団子を作る、土で団子を作る、人形と一緒にお話をする、バスケのシュートをする、勉強をする、ゲームをする、何でもいい、どんなことでもいい、自分が大好きだと思うこと、それをやってたら、あれ、もうこんな時間、いつの間に夜になった。そんな感じ、時間も忘れて熱中できる、夢中になれるもの、それをやり続けるんだよ。飽きるまでやり続けるんだよ。もうやめなさい、いつまでやってるの、宿題終わってないでしょってママに言われるとするやん、言われるとするやん、ちゃんと言い返したらいいね、言い返したら。 OK、 お母さん、僕のことを心配してくれてありがとう。でもね、今僕が最も輝いている時だから、もう少し見守ってほしいの。これが終わったらちゃんと宿題もするから、そういうふうに言ったらいいの。自分の気持ちを伝えたらいいの。自分の気持ちを我慢しない、抑え込まないこと、そのお母さんに言ってもどうせ無理じゃない、まずは気持ちを伝えてみたらいいの。 OK、 自分が好きなことを飽きるまで続ける、とても簡単だよ、簡単だろ。その好きなことをやってる時っていうのが、もう子供だろうが大人だろうが、全ての人間、全ての人間が一番輝いてる時やねん。 OK、 好きなことをやってる時が一番輝いてる時だから、自分のそのワクワク、好きなことを大事にしてほしい。そのワクワクを、好きなことを大事にするということ、それが宝箱を貼るということなの。 OK、 それが宝箱を貼るということ、ワクワクを大事にする。あとこれだけは言っておきます、君のことをゴミ扱い、ゴミ箱扱いする子がいたとしても、それは君にゴミ箱が貼ってるよって教えてくれてる親切な人なんだ。 OK、 だからその人のことを憎むんじゃなくて、むしろありがとうって感謝した方がいいかもしれないよ。 OK、 憎むよりも感謝。そして気づいたら、これも剥がしたらいいから、簡単に剥がれるからね。そういうこと。以上です。今日は自分が宝箱になるために大切なことを3つお伝えしました。 OK、 今日は3つだけど、他の道具もチェックしてごらん。他の道具にも宝箱になるためのヒントがたくさん隠されてるからね。そんな感じです。じゃあね、みんなまた会いましょう。